はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今週も、いや、待ってよ。今月、初めてかアップはもしかして。今月、初の、ゲットとなりましたので、今日はレビューをしたいと思います。はい。いやーもうね、これね、ですね、もうリーク出た段階から結構不人気だったモデルなんですけど、僕はもう見た瞬間から買おうと決めていた一足。ね、買えたら買おうと、ね、思っていた一足でございます。はい。なんですけどね、これまた久しぶりにね、スニーカーズのゴッテム画面をね、見ることができて、とっても嬉しかったりするでございますね。はい。では早速見ていきましょう。ボックスがこちら。はい。もうこれね、この時期に、この黒と赤の、ジョーダン1 OG のボックスということは、あれね。で、思う方がほとんどかと思いますが、こちらでございます。はい。ジョーダン1レトロハイ OG の、カラーがライト、フュージョンレッド、ブラック、ホワイト、ルージュ、フュージョン、まあ、これはあれですね。言語が違う場合ですね。はい、US11 マイサイズ29センチをゲットいたしました。いやー、これね、ほんとね、いや、マジでいいカラーですよ、これ。ね。というわけで、早速物を見ていきましょう。ダーン!そして、ダーンと、はい!エアジャドマンレトロハイ OG ライトフュージョンレッドのカラーですね。いや、もうね、これ、リークが出たのは随分前でですね、今年の頭ちょっともうよく覚えてないですけど、海外のアカウントね、いつもチェックしてるアカウント見てたら出てきたから、でしてね、もう見た瞬間に、この前やっぱ、この色の置き方がその OG っぽいじゃないですか。オリジナルの、まあシカゴとか、まあシカゴか。シカゴのカラーの置き方に割と近いと。まあ、ちょっとシカゴと厳密に言うと一色多いんですけど、まあ、カラーの置き方が近いのと、あと僕こういうね、この鮮やかな、なんかオレンジとか黄色とか、紫とか、好きなんですよ。で、このなんか、気持ちレイカーズを彷彿とさせなくもないような感じのカラーっていうのがね、すごく最初から気になっててですね、このイエローのところがね、すごい、イエロー、オレンジのところがすごいなんかちょっと、マンゴーみたいでね、なんか、すごい、トロピカルでいい色ですよね、すごくね。かなりこのトロピカったカラーをね、見た瞬間からもずっと気になってて、当日、直前ぐらいまでこういろいろこう、なんだろう、人気とか調べてたら、やっぱ人気ないんですよ、案の定。なんか欲しがってる人そんなにいなかったから、これはそんなにがっつり応募しなくてもいけるかなと思いまして、スニーカーズと、見たスニーカーズさんだけ応募したんですね。そしたら、見事、スニーカーズで久しぶりのゴッテムの画面をね、見ることができましてね。いやー、ほんと、超ラッキーでした。まあ、後々調べたらですね、今野さんたちのチャンネルで、なんだ、購入確率調査とかやられてるじゃないですか。スニーカー男子さんのね、チャンネルで。そっちでチェックしましたところですね、40% 超え。すごい、超高確率の、ゴッテム率でございまして。まあまあ、僕の、スニーカーズのアカウント、まあ、超弱小アカウントではね、それぐらい確率がないと当たんねえんだなと思いましたけど、まあでもずっと欲しかったやつなんで、いや、本当にね、無事ゲットできてよかったです。はい。そんだけで、サクッと全体見ていきましょう。はい。つま先見ていくと、こんな感じですね。つま先のこのライトフュージョンレッド、赤とも、ピンクとも、紫とも言えるような絶妙なカラーリングで、結構シワが強めに入った感じのレザーが使われてます。で、トーボックスはホワイトで、まあホワイト、このね、トーボックスちょっとくすんだ感じのこちらもホワイトになってて、なかなかこう全体のバランス的に僕はかなり好きな感じですね。で、このミッドパネルのレザーもここまあシワが強めに入ってるせいか、特にここは若干グレーがかったようなホワイトに見えて、ちょっとライトボーンとかに近いような感じになってるのがいいですね。ここパキッと白にな、に見えない感じ。多分ホワイトなんですけど、このシワのおかげで少しくすんで見えるのがすごくいい感じですね。で、このオレンジも、数種もオレンジでかなりこうシワが強めに入った、レザーが使われています。で、ヒールも、フュージョンレッドのレザーですね。これはまあ、ここヒールの、なんだ、パッドとか、これプラパーツが入ってるんでね。まあ、その分、ちょっとこう、皮が張るんで、ここだけちょっとスムースレザーみたいな。感になってます。で、ここの、足首のところに、ウィングロゴが入っていて、ウィングロゴはブラックのペイントでエアジョーダン入ってますね。で、かかとの周りは、このオレンジなんですけど、ここがね、またシワが結構きつめですね。この辺なんか
他のモデルもそうなんですけど、パッドが入って貼ってるはずなのに結構腰がきつめになりますよね。まあそんな感じになっております。はい。で、ミッドソールはさっきも言いましたけど、ホワイトで、アウトソールはブラックになってますね。ここ、アウトソールブラックにしたの結構ね、ナイス配色だと思ってます。はい。オリジナル準拠にしようとすると多分、このフュージョンレッドになったと思うんですけど、それだとちょっとね、鮮やかすぎたかなと思うんでね、ここがね、黒っていうのはなかなかナイス判断だなと。ナイス配色だなと僕は個人的には思っております。まあ、オリジナルのそのパターンから外れちゃってはいるんですけどね。まあ、そもそもオリジナルカラーじゃないんで。ね、このブラックっていうのはすごくいい感じでね、全体引き締めてくれてるなと思います。で、内側見てみるとこんな感じ。まあ、左右対称のね、モデルなんで冗談は、まあ、こういうとこにウィングマンじゃねえや。ウィングマンってなんだ。ウィングロフがないだけでね、なかなか特に変わったことがない感じですね。こんな感じになっております。上から見ていくとこんな感じですね。トーボックスのホワイトがね、トーボックスは割とこう、皮が張ってるんで、割とこう、なんていうのかな、スムースレザーに近いような感じになってますけど、でもこれ、まあこういうタイプのレザーってここの履きじわがすごくいい感じに入ってくれてね、渋い感じになってくるんでね、履き込むのが楽しみな感じですね。でデフォルトではホワイトの平紐がついてきて、タンも、ホワイトのナイロンのタンですね。この最近のOGによくある感じのちょっとクラシックな感じの、ナイロン素材が使われてます。でここのそうですね、このナイロンも気持ちグレーがかってる感じがしてね、これもいい感じですね。パキッとホワイトだとちょっとね、派手すぎたかなっていう感じもするんで。で、ここのね、タンタブがね、僕は結構好きですね。このナイキエアのロゴがこう、グラデーションみたいになってるんですよ。これなかなかね、珍しいディテールだなと思って。ジョーダン1、OG、いろいろ出てますけど、このグラデーションになってるのは多分初めてじゃないかなと思いますね。オレンジから、フュージョンレッドの、グラデーションになってます。はい。でライニング見ていくとこんな感じですね。ジョーダン1 OG 紐が通ってないから紐通すのめんどくさいんですけど、こうライニングを見せやすくてすごくいいですね。はい。ライニングの素材はなんだろうな、これちょっと固めの、メッシュじゃないな、ジャージ素材っていうのかなが使われてますね。あんまりこう手触りもそんなにスベスベしてないです。見た目結構こうスパンデックスみたいな感じなのかなと思ったんですけど、ちょっと気持ち目が荒くてそこまでスレスレしてない感じですね。光沢はありますね。で、ライニングじゃないや、インソールが、フュージョンレッドにオレンジでナイキエアのロゴが入ってます。はい。で、ヒール見てみるとこんな感じですね。まあ、ジョーダンは OG なんでね、ここにはジャンプマンがいらっしゃらない感じでございます。まあでも最近、ノーマルのハイカットでも、ミッドカットとかでもいないか、ジャンプマンね。最近はいないですね。こんな感じになってます。はい。で、アウトソール見てみるとこんな感じ。アウトソールのね、このブラックがいい感じですね、やっぱりね。ブラックのいつものエアジョーダン1のアウトソールになってます。ここにナイキアのロゴが入っていて、こんな感じですね。ブラックの方がやっぱね、アウトソール、まあ、汚れも目立たないしね、いいですよね。うん。はい。で、付属品なんですけど、付属品はこのオレンジの、紐と、ライトフュージョンレッドの紐と、ブラックの紐。これ、3つも付いてくる、とってもお得仕様ですね。僕個人的にはジョーダン1ね、この数種に、シューレスの色を合わせるのが好きなんで、このオレンジがいいのかなと思いながらも、ちょっと黒もいいなと思っております。あとでちょっとこれどっちも片方ずつ通してチェックしてみましょうかね。こんな感じに。でもまあオレンジかな。多分オレンジをつけると思いますが、ちょっと後で黒も試してみようと思います。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。めちゃめちゃかっこよくないですか？まあいいな。紐通すと化けますね、これまたね。超かっこいい。こっち、右にオレンジを通して、左にブラックを通してみてます。もうどっちもいいっすね。うん。やっぱこう、ブラックだとやっぱこう、比較的こう、締まる感じがありますよね。使いやすさで言ったらこっちなのかもしれないけど、僕はやっぱりこっちのオレンジの、ね、スーシューのカラーに合わせたオレンジが、すごくいいっすね、これ。うわ、めっちゃかっこいい。まあいいな。でまたアッパーがね、やっぱアッパーの素材がこう柔らかくてね、いい感じのレザーなんでね、履き心地すごいいいっすね。なんかこうふわっとした感じの、レザーがね足包み込んでくれる、ふわっと包み込んでくれてる感がいいっすね。かっこいいな。で履いてみると意外とこれやっぱこのちょっとねくすんだフュージョンレッドがいい感じですね。そこまでこう主張してこないというか。フュージョンレッドはそこまで主張してこず、このオレンジがこうパキッと取ってくれるんで、めちゃくちゃ、やっぱ意外と使いやすいんじゃないかな。いや、かっこいいな。
で、まあ、サイズ感なんですけど、サイズがまあ、いつものエアジョーダン1です。はい。エアジョーダン1、ミッドでも、ハイでも、ローでも、OG でも何でも、履いたことある方であれば、いつも通りのそのサイジングで大丈夫かなっていう感じですね。まあ、ダンクとか、近いまで言うと、ダンクとかと比べると、また、ちょっと幅が細めです。でも、最近のダンクもね、またちょっと幅細めな感じになっている感じがあるんで、うん、ジョーダン1っぽいサイジングには、ダンクも、最近のダンクは、ちょっとジョーダン1っぽいサイジングになってはいるんですけど、まあ、それでもやっぱジョーダン1の方がやっぱこの辺ですね、この補強パーツからこの小指のあたり、この辺の、結構締め付けがきついんで、幅広いの方とかは、注意が必要かなと思います。はい、そうですね。うん、まあでもランニング系とかと比べてもそんなにサイズ感変わらないんで、エアマックス系とか履いたことある方であれば、エアマックス1とか90とか95とか、その辺履いたことある方だったら、その同じサイジングで大丈夫だと思います。エアフォース1と比べるとだいぶ狭いです。エアフォース1で、まあ、例えば28センチぴったりめで履いてるよとか、ちょっときつめでタイトめで履いてるよっていう方であれば、ジョーダン1は、まあ、少なくともハーフサイズアップは必要かなと。まあ下手するとワンサイズアップでもいいかなっていうぐらいのサイジングなんで、そのあたりは注意が必要ですね。まあジョーダン1は今ミッドとかローとか意外と店頭でね買えるモデルになってきてるんで、その辺はね店頭で試着してみたりとかして、サイズチェックしてみて買われるのがいいかと思います。いやーもうね、やっぱジョーダンはいいっすね。うん、めちゃくちゃ履き慣れてるんで、こう新品でも、まあこれは特にね、レザーの質もすごい良くて、革が柔らかいんでね、かつジョーダンは履き慣れてるんで、足入れた瞬間から馴染んでくれる感じがあってね、すごくいいっすね。うん、いやかっこいいな、このオレンジの発色は本当いいな。うん、これなかなかね夏に活躍してくれる装備になるんじゃないかと。こういうね、落ち着いたカラーのパンツとかに合わせて、こう、今、このブラックとか履いてますけど、ブラックというかブラックデニムの、まあ、グレー系のパンツ履いてますけど、カーキとかもね、意外と合うんじゃないかな。うん。軍パンなんかに合わせてもかっこいいような気がしますね。いや、いいな。うん。これはちょっとね、夏に活躍してくれる急ぎになるんじゃないかと思います。まあ、蒸れますけど、ね、昔、かのピーコさんがね、おしゃれは我慢よって言ってたんで、ね、我慢していただきたいなと思います。はい。いやーかっこいいわ、これほんと変えてよかったな、めちゃめちゃ嬉しいですね。うん、はい、というわけで今日ご紹介したのは、エアジョーダン1レトロハイ OG ライトフュージョンレッドのカラーでした。いやもうほんとこれめちゃめちゃいいっすよ。なかなかね、逆にこのまあ不人気ですけど、すごくなんかリセールの市場でも全然値段ついてないらしいんですけど、もうそんなこと全然関係ないぐらい本当になんだろうな、少しこうレトロで、なんかこういう明るめのカラーリングってすごいレトロで良くないですかね。で、素材もすごくしっとりとした革のね、素材も厚めだし、作りもすごくいいし、まあ、冗談は例のごとく、個体差結構あると思うんで、作り悪いやつは悪いんでしょうけど、僕のはすごく良くって、素材もいいし、で、レザーの発色もすごくいいしね。このなんか微妙にこのくすんだフュージョンレッドがすごいいいっすね。なんかこう古着屋にありそうなカラーリングというか、何年か後にこう古着屋とかで見たらすげえかっこいいんじゃないかなっていうね。古着屋で見たらかっこいいっていうの意味わかんないですけど、ありそうな感じもするようなカラーリングで、僕はもうほんとすごく好きですね。で、ジョーダン1でもなかなかこういう明るめのカラーと明るめのカラーっていう組み合わせで、しかも OG ってモデルってなかなかないと思うんですよね。こうパッと思いつく限りだとニックスとか、あと、まあ、OG じゃないけど、SB でしたけど、まあ、ほぼ OG なんで、いろいろとすると、レイカーズ、LA2 シカゴとか、その辺ぐらいじゃないかなと思いますね。なんか、まあ、ミッドとか、普通のハイとかだと、ちょこちょここう、明るめのカラー、まあ、ホーネッツとか出てますけど、まあ、チームカラーばっかりですね。チームカラー的な、こう、組み合わせというか、うん、カラーリングにも、大体こう、ジョーダンって、なんか、無理くり後付けのうんちくのストーリーつけたりするもんが多いですけど、これは特についてなくて、なんか夏らしいトロピカルなカラーリングで、みたいな、そんな説明が確か書いてあったんですけど、まあ、まさにその通りでね、うん、これからの時期にぴったりなカラーリングかなと思います。もうほんとね、めっちゃ手に入りやすいと思うんで、これなんなら店頭多分残ってると思うんですよ、どっか。本野さんだったかな、どなたかの、インスタ今朝見てたら、お店にもあります、みたいな。映像も見たんで、なんか利息してるところもあるみたいなんですよね。多分こうプレイにつかないから、その転売目的の人とかが返品したりしてるんじゃないですかね。その分が多分スニーカーズとかには多分今朝方戻っ、なんか利息してたという話も見たんで、
だからまあ店頭も含めて結構なんか取りに来ない人がいるんじゃないですかね。なんでもしかしたら気になってる方でね、もし抽選外れられて買えなかったよって方いらっしゃったら、ぜひちょっと店頭チェックしてみるともしかしたらいいかと思います。もしくはスニーカーズこうこまめにチェックしてたら意外と買えるんじゃないかなと思います。はい、もうこれはね本当気になってるのは絶対持って損ない一足だと思います。このカラー絶対もう二度と出ないですし、あとまあ今回は僕のスニーカーズのアカウントが完全に息絶えてなかったことがね確認できたのが本当に嬉しかったなと、ちょっとね嬉しかったついでに夏にガンガン活躍してもらおうと思っております。はい、そんな感じですかね。最後までご覧いただいてありがとうございました。ご意見ご感想ご質問等ございましたら下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。はい、というわけで今日ご紹介したのはエアジョーダン1レトロハイ OG ライトフュージョンレッドのカラーでした。ではではまたお会いいたしましょう。ピース。